その会社で働いてみて選ぶ方がいいのかなって、やりたいことができるまでの期間の長さには正直ギャップ。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は新卒1年目の段階ということで、実際今年の4月から新社会人になった方々に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。この動画を通じて今大学3、4年生とか今就活している人たちが1年後どんな感じで働くのかっていうイメージがつけたらなと思ってます。明星大学出身の伊藤光輝です。今は人材系のベンチャー企業で働いてます。立命館大学を卒業しました佐藤乃愛です。今は食品飲料メーカーに勤めています。東京都立大学出身の須山香菜と申します。現在は IT 企業に勤めております。東京経済大学出身の、川上優斗です。人材派遣会社に勤めています。よろしくお願いします。皆さんが就活時代にこういう軸で就活したっていうことと、今の会社に決めた理由、決めてみたいなところをお伺いできたらなと思ってます。今の会社に選んだ理由っていうのが、はい、まず自分を認めて評価してくれたこと、うん、だから面接でも僕はお世話になってる人にこうこうこういうふうに言ったら大丈夫だよって言われてたんですけど、うん、やっぱ自分の中で違うなって思って普通に違うこと言うんです。でもそれでも普通に落ちるんですけどだから僕のありのままっていうのを評価してくれて認めてくれたところが今に選んだところかなって思ってます。おー、でもいいっすね。嘘つかずにやったから、はい、入社後のなんかミスマッチとかも少なそう。そうですね、はい、で軸っていうのが、うん、僕、まあ、香川出身で、うん、東京に来て居場所っていうのもやっぱりないわけですよね。わかる。で居場所っていうのがなくて、うん、ちょうど大学3年の頃にバーベキューがあって、いろんな人に LINE を聞いて、全員年上の人 で、うん、でそこからどん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 つながっていって、お兄ちゃんお姉ちゃんみたいな人っていうのができてきたんですね。おー。でそこで自分の居場所っていうのをやっとここにできたのかなみたいな、うん、ってことは自分はもっと他の人に居場所を与えてあげられることができるんじゃないかなって思って人材を選んだっていうのはあります、ね、なるほど。だ業界はそうやって選んで、そうですね、会社はもう嘘つかずに、では受かったところから選んだっていう、ね、そうですね、はい、人材が受けなかったんですか。あと商社とかですね。ということで続いて須山さん、就活の軸は大きく3つあって、1つが人に会った時の直感と、2つ目が仕事内容、3つ目が知名度っていうところで、うんうんうん、でも実際そうだよね。そうなんです。正直直感っていうのはその豪雪がまだあったので、私の時代は、うん、いろんなブースに回って説明の仕方とか対応とか、学生に対してこうどう気遣ってくれるかっていうのを見て、いい会社だなって思ったらそこを受けようっていうふうにしました。で仕事内容っていうのは、私がやりたいことが明確になくて、なんとなくこういうところに触りたいなと思っていたので、細かくは絞らず IT ができるところならどこでもいいっていうふうにして受けました。で今の会社は、受けてって一番最初に内定をいただけたのでそこにしました。ああ、やっぱそうですよね。豪雪とかで立ってる方って、まあ、人事の方が多いと思うんですけど、人事の人良くても現場の人良くないパターンも結構僕見てるんですけど、はい、そういうのなかったですか。いや、まあ、それもあると思うんですけど、うん、やっぱそれを自覚した上で、うん、甘んじてまずはそこ見ようっていう感じでした。でもそれで実際入って良かったと思ってるってことはめちゃくちゃ良かったですね。そうですね、入ってみてからやっぱ福利厚生とか雰囲気とか、うん、優しい感じがめっちゃ良かったなとか思いました。福利厚生ってどういうのがあるんですか。家賃補助が一番自分には衝撃が大きくて、会社から近いとみたいなんですよ。じゃなくてどこでも出るんですけど、いくらですか。会社と提携してる不動産からやると月6万円家賃、補助6万円ってめっちゃでかいですよ。僕一つテーマを持ってて、はい、試食の文化を作りたいっていうのを持ってるんですよ、はい、で試食っていうのは試すに職業の職で、あー、なるほど。いわゆる在学中に仕事してから働きたい会社選ぼうよみたいな。まあ絶対そうだよね。でこれを、まあ、僕自身がインターンとか2年間ぐらいやって、うん、なんだったら卒業してからもやってたぐらいなんですよ。うん、でおかげで今すごく本当にフィットする会社に出会えてすごく楽しい経験をさせてもらってるので、うん、なのでこの試食の文化を作りたいっていうのがすごいあるっていう前提で、はい、この仕事だったりこういう思いを持って活動してますっていうのを、うん、いろんな会社の方に話しに行って、うん、共感してくれた会社に入社をしたっていう感じですか、ね。おー、はい、結構6人規模の会社とかって、うん、大手企業に比べていつ潰れるか分かんないし、うん、怖いって気持ちはなかったんですか。
怖い気持ちよりもワクワク勝ちましたね。それで言うと、いろんな方にお話をするとお金は出すよとか応援はするよ、でもなんかその会社だけ本当に全員で一緒にその授業やろうよっていう風に言ってくれて、あ、この人たちとだったらできるなというか、面白いなと思って握手したみたいな感じですね。はい、まあ、もともともう一人で生きる生命力ありますよね、じゃあ。もともとできなかったんですけど、インターンやっててそういう考え方になっていったというか。じゃあ続いて佐藤さん。自分の人生のモットーがもう楽しくてワクワク、まず自分がワクワクし続けたいなと思った時に、理念が笑顔とワクワクとかを大切にできる会社やったら絶対自分も働いてて楽しいし、一緒に働く人も楽しいと思って、やりたいことも見つからなかったけど、とりあえず理念で決めようっていう力だけ。今の会社に決めた理由は、正直多分笑顔とワクワクって結構どこも見た話題にしてる会社って多いと思うけど、正直もうたまたま出会ったたまたまっていうのは、そのインターンを応募して受かってそのまま流れるとかっていう、その知り合いの方が働いてて、インターンあるよって言われて、見た時にもう直感でここしかないって思って、とはいえ他の会社も受けてた中で決めた軸っていうのは、もう正直何がしたいかって考えた時に普通に結婚がして、でそれでも働き続けれる会社がいいなと思った時、確かに一番大事にしたいそこやなってなった時に、女性 の, その出産の後出勤率 100%で、結構女の人もバリバリ子育てしながら働いてはったりしてるのを、まあ、インターンそれが実際に見れて、形だけの制度じゃなくて本当に使ってる人もいるんやっていう信頼感もあって、ここやったらずっと働き続けれるなっていう。皆さん他の業界も受けましたか？あ、受けてないかもしれないですね。伊藤さんだけちょっと特殊だけど、他の皆さんは実際普通にエントリーして他の業界も受けたっていう。何社ぐらい受けるんですか、今の21卒の方々とかって。私はエントリーだけやったら50社ぐらい。それはもう業界関係なくっていう感じ。そうですね、なんか IT 企業を見る前にやりたいことが本当に分かんなかった時は、営業職で見てて、野村証券とか、オープンハウスとか、そういうところをずっと見てました。そこは業界関係なかったです、ね。あ、そうか、食事で見るって人もありますもんね。そうです、はい、どうですか。僕も40ぐらいは受けました。おエントリーシートでまあまあ弾かれましたし、面接行っても1次面接は通ったけど2次はみたいな、ここの会社じゃなきゃダメなんですっていうポイントが実際に、ね、最終面接行ったらもう40受けて、まあ4か5ぐらいなんで1割ぐらいですよね。ということでですね、入社前後のギャップを皆さんにお聞きしたいなと思ってます。でまず伊藤さんから聞きたいんですけど、伊藤さんは数年間インターンしてて入社されて、ギャップなさそうだなと思うんですけど、あったりしましたか？今の会社にはないんですけど、大学3年生からインターンを始めて今までに4社経験してるんですよ。大学卒業後にまだインターンっていう形で新卒で入社しなかったわけですね。3つ目の会社でビジョンも合ってたし人もすごく良かったんですけど、ギャップがあって、どういう、それが進め方がちょっと違ったんですよ。その会社が求めている人材ってもうある種プロフェッショナルとして仕上がっている人でも、ぶっちゃけ僕そんな優秀じゃないんで、そこに対して全くついていけなくて、で会社も小さかったので教えることもできないから、じゃあ今のフェーズじゃなかったねって言って、その社長と話してその会社を辞めたんですよ。新卒っていうものが僕の中で概念としてあんまり作ってなくて、卒業してもちゃんと自分が納得いく会社と出会えるまでは、インターンだったりとかその会社で働いてみて選ぶ方がいいのかなって思ってます。そういうことですね。はい、続いて佐藤さん。今の営業っていう仕事に対してのギャップはあんまりないです。でも入社した時にこの会社でやりたいって思ってたことがすぐにできると思ってたのが、やりたい職種とか部署に行くまでに人にはよると思うんですけど、5年から10年かかったりっていう、そのやりたいことができるまでの期間の長さには正直ギャップ、確かに大手であればあるほどそうですよね。まずは自分の今の置かれた環境で頑張らなきゃいけないっていうことですよね。川上さんは、
入社前は、まあ、人材の紹介とか派遣とかなんで、もっと一人一人とちゃんと話して感情を持ってこの人のこと分かっていいところに紹介してあげられるのかなって思ってました。けど今やってることって、まあ、次の日何かありますよ。人数は絶対いるから会社として絶対やらなきゃいけないことなんですね。そこに感情が乗っかってないなって思って、でもそれも今から関係作りしていって、まだ変わってくるかなとは思うんですけど、今感じてるギャップはただ感情がなく、ただ人数揃えるだけ、その後のことはまだ考えてないみたいな感じですね。なるほど、リアルですね。でもなんか今の気持ちを大切にしてほしいなと思います。今回は皆さん新卒1年目でまだ2ヶ月ぐらいしか社会人を経験してないとは思えないいろんな話が聞けて、僕はすごい嬉しいです。ということで皆さんに最後に感想を広げていただきたいなと思います。今までパッとしない人生だったんですけど、社会出て結構活躍できる部分がたくさんあって、だからもっとこう社会に出ることにワクワクしてほしいなっていうのはすごく思ってますし、頑張ってほしいです。自分がこれは好きやっていう趣味でも食べ物のこととかでも何でもいいと思うので、1個あるといい息抜きになるかなと思うんで、これしてるときは楽しいと思えるものが1個でも見つかるといいかなと思います。いろいろなことがあると思うんですけど、自分感情とか気持ちをコントロールできるのは自分しかいないので、そこは自分を大切にしてあげて、いろんな行動をとっていければ周りの人ももっとより温かいと思うので頑張ってほしいなと思います。一人でやるんじゃなくてみんなに頼ったらいいかなって僕は思います。一人でやるってすごい辛いことだと思うんで、人に相談することで自分の心が救われることがあると思うので、周りのことを頼るってことはすごい僕は大事だと思います。以上です。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。